アスペリンウェイでようこそ。このラジオプログラムは俺のオフィシャルファンコミュニティ1のサイトで配信しているラジオ。5月に続いて特別編として一般公開で配信することにした。今年の3月から軒並み延期や中止になっていたライブを人数を制限して少しずつ再開し始めてる。東京でのライブが続いたけど、今月末からようやく東京以外でのライブも始めることにした。もちろん新型コロナ対策は万全でやるつもり。7月のライブを延期した広島を10月30日に開催することにした。ようやく歌を届けに行くことができるようになって本当嬉しい。ぜひ遊びに来てね。その翌日からは元 ARB のギタリスト白浜久さんとのジョイントで、白浜さんのふるさと福岡の田川、福岡市、そして俺のふるさと熊本でツアーをやる。1970年代から福岡の明太ロックの波っていうのは熊本でもすごく感じてた。隣の県なのに熊本ではロックが育つ土壌がなかなか生まれなかったからね、すごい羨ましかったな。アマチュアの頃はよく福岡に遊びに行ってライブハウスを覗いたりしてた。 ARB との出会いはね、すごく記憶に残ってるんだ。デビューしてすぐの頃に ARB と同じイベントに出演することになった。俺はズブの新人だったから、本番前に ARB の楽屋に挨拶に行ったんだよね。ドアをノックして楽屋に入ったら、なんかね、空気が凍ってたんだよ。すごいピリピリしてた。ボーカルの石橋亮さんが満面の笑顔で、でも目は笑ってなくて迎えてくれて、おう、君が大山くんか、まあ座れんしゃい、いや、ご挨拶だけと思いまして、座れんしゃい、はいって言うんだね。ちょっとおしゃべりしたんだよね。その時のギタリストは田中一郎さんで、後に一郎さんとは一緒にたくさんライブをやるようになった。で、一郎さんから白浜さんを紹介してもらった。白浜さんのバンドライブにゲストで呼んでもらったり、俺のライブにゲストで来てもらったりして、一郎さんともども長い付き合いになったな。2016年、地震と原発事故の大きな被害を受けた福島県の南相馬でのライブに、白浜さんに誘われて出演した。地元の若い人たちに被害の状況を教えてもらったり、夜は仮設住宅の集会場に泊めてもらって、いろんな話を聞いて、テレビでしか見ていなかった被害状況をすごくリアルに感じることができた。そしてそれがきっかけで、はやぶさよっていう歌を作った。南相馬で感じたことをこの歌に込めた。その流れで、この歌を白浜久志プロデュースでレコーディングして、俺のアルバムはるかに収録した。去年白浜さんが声をかけてくれて、白浜久志プロジェクトっていうバンドに参加したんだよね。ドラムが西川貴博、ベース榎本隆、ギター大木田雄太郎、トランペット多田行、そして俺と白浜さん。個人的にはジェフ・バックグループのボーカリストロッド・スチュアートだったり、グレートフル・デッドと組んだボブ・デラの心境だったね。東京で3回ライブをやって、初めてのフジロックフェスティバルへの出演もあった。俺の歌をね、たくさん新しいアレンジでプレイすることができてる。今後もこのバンドユニットで活動していくことになると思う。今回の九州ツアーのために白浜さんと新しくレコーディングしたんだ。俺の歌は団子坂パーキングエリア、欲望、結晶。白浜さんの歌は ARB のヒーローズ、カバーでミスターボージャングル、タイユアマザーダウン。欲望と結晶は、ビデオクリップを YouTube にアップしてるから、ぜひ見てね。今日は、白浜久志プロデュースで新たにレコーディングした曲を聴いてもらおうか。団子坂パーキングエリア。
なら朝が来ても消えない夢を探す旅に出ないかこの街の西の果てにあるというそこを越えればきっと何かが始まる Oh, oh, oh アラキエリア団子坂線国たちインター中央道に乗るアスファルト金色に染める夕日を目指し進む二人はダラスをした罪人みたいだ出した気分 Oh, oh, oh 荒木エリア団子
俺が今一緒にやってるパーソナルバンドは、ワンダーファイブっていう。このバンドが生まれた経緯を話そうか。俺は今までいろんなパーソナルバンドを作ってライブをやってきた。2008年、25周年を迎えて、50歳になった時に、同年代のミュージシャンとやるより、少々下手でもいいから、若くて勢いのある連中と組みたいって思ったんだね。で、あるバンドに出会って、ドラムのジャック、ベースのヤマト、ギターのマーシーに声をかけて、アロマブラックスっていうバンドを作った。3人だけだとちょっと不安だったんで、長年の付き合いのサクソスマイリーにも声をかけて参加してもらった。最初の頃は本当に勢いだけしかなかったんだけどね、だんだんバンドとしてサウンドができてきて、3年ほど活動して、最後にライブ DVD をリリースした。そのバンドと同時進行で、ギタリストのマーシーとのアコースティックユニットでのツアーもやってきた。そして2011年、バイオリンの磯部舞子、通称ベチコと知り合った。当時の彼女はほとんどライブもやってなかったんだけど、そのプレイがすごい気に入って、彼女とのユニットのライブもやるようになったんだよね。イメージとしては、1976年にリリースされた、ボブ・ディランのアルバム、ディザイアーに参加していた女性ジプシーバイオリニスト、スカーレット・リベラとやる感じだったね。この2つのアコースティックユニットで全国をツアーしていった。当然、ギター2本のアレンジと、ギターとバイオリンのアレンジでは違うものになる。で、俺は、この2つのアレンジを1つにしたバンドを作れば、最強のバンドになるって思ったんだよね。満を持して2012年、ドラムの渡辺義人と、ベースの天神武史を加えて、ワンダーフォーっていうバンドを作った。30周年のライブは、ワンダーフォー、そして28年ぶりのザ・コンクスを参加したライブになった。これもね、ライブ版としてリリースしてる。2017年には、ピアニストの忍正彦が参加して、俺の理想の形のバンド、ワンダーファイブが生まれた。やっぱり正義の味方は5人じゃないとね。2017年にリリースしたアルバム、はるかには、ワンダーファイブのメンバーが参加してる。2018年からは、35周年企画として、NG ひまわりパスにも、今年にかけて、3年連続で、リマサリング版をリリース。オリジナルの曲に加えて、当時のライブテイク、そして、ワンダーファイブとのセルフカバーを収録してる。今年リリースしたパスイング 35th Anniversary Edition の中から、ワンダーファイブとレコーディングしたパスイングベルのビデオクリップを YouTube にアップしてるから、それもぜひ見てね。パスイング 35th Anniversary Edition のリリース記念ライブを6月21日にやる予定だったんだけど、コロナの影響で延期になって、で改めて12月11日に新横浜のリットでバンドライブを開催する。3枚のアルバムでセルフカバーした曲を中心にしたセットリストを組んだら、なんかものすごい濃いセットリストになった。12月のバンドライブ、一緒に楽しもう。今年ワンダーファイブとレコーディングしたテイクを聞いてもらおうか。エスケープ。自分の
や憎しみも悪しまい。俺の夢は鉄でできてるのさ、その上半分錆びてる。 SK 追われてるのは誰？ SK 追いかけるのは誰？ SK 振り出しに戻った。一体俺は誰なんだい？まるで情けないチンピラだ。確かに俺は望んでた、いつかこうなることも分かってた。最後に逃げ込んだ袋小路、首筋に冷たい歯触り。振り向くとそこには左手にナイフを構えた俺がいた。 SK 追われてるのは誰？ SK 追いかけるのは誰？ SK 振り出しに戻った。2020年はコロナの影響でいろんな活動が停止しちゃったけど、少しずつライブもできるようになってきた。最近何度も言ってることで、会場に来てくれたみんなと同じ空間を共有して、歌で空気を震わせて、そのバイブレーションを同時に一緒に感じるのがライブだっていうことを忘れないでほしいと思う。コロナが収まったらまた会場で一緒に熱く盛り上がろう。その日が来るのを祈ってる。聞いてくれてありがとう。